はいおはようございます。えー、言葉に触れての時となりました。えー、今日は、えー、2023年の1月の5日ですね。はい、えー、年も明けて5日ですね。えー、今日の三言葉は、ヨエル書の2章の13節ですね。えー、旧約聖書の、えー、これは商用現象ですね。はい、えー、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、えー、あなた方の神主に立ち返れ、しはなけ深く。 ある意味深く、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。ヨりルょう、2章の13節。はい、えー、感謝いたしますね。えー、このお、えー、御言葉、えー。感謝いたしますね。えー、新約においては、えー、イエス様がパレサイピッ立法学者たちを依前者とお、まあ、厳しく。 出席してますけど、私も立法やそういう行いやまあ、そういう見た目、会見じゃなくて、心から私のその肉体、体を殺して、見た目、精で心から神様を愛して神様に従うものとなることできますように感謝しますね。こういう今日の御言葉ですね、なかなかバタバタして、 静まって、えー、神様と交わる、まあ、クリスティッきに言えば、デボーションですね、えー、書くものですけど、神様の栄光と誉まれと賛美を生きして死に栄光、また、えー、私がこの世の光、地の塩として歩む、えー、愛もまたキリストの香り、えー、愛ですね、アガペの愛、えーえー、自己中心的な愛じゃなくて、神様の愛を、うん、実践していきたいと思うものですね。えー はい、えー、なかなかあ年明けバタバタしてますけどお仕事になるとバタバタしてますけど、えー、皆さんの上にいたかな神様の祝福恵みがありますように、えー、まだまだ、えー、現在、えーまあ、世界では特に、えー、ロシアがウクライナに侵略して、えー、また、えー、厳しい状況が続きますけど、はいえー、このような世にあっても主の恵み主の幸いイエス・キリストの 愛がこのように、えー、表されますように、また地,地にあるように、このようにも表されますようにお祈りいたします。長く長くと殴りましたけど、えー、この時を感謝して、えー、イエス様のお名前によってお祈りいたします。雨ーメン。はい、えーえー、感謝いたします。この末後の御、うん、言葉も触れていです、えー。英語版でも少し英語のトーキング、えー、難しいですね。 ボッケバリーが少ないから、うまく自分の日本語を思うことを表現できませんけど、まあ、訓練してます、チャレンジしてますけど、えこのようなあマスタートです。マスタートのこの、このような、えー、動画ー、えー、マスタートの YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンとよろしくお願いいたします、えー。マスタートでした。またあ次回の言葉に触れてでお会いいたしましょう。シアゲンレツファッションプレゼューシャロム、シャロム。